モティア包囲戦は、紀元前398年夏に、シュケリア西部で発生したカルタゴ領モティアに対するシュラクサ祭と、その同盟軍による工場戦である。シュラクサ祭の戦デリオニュシオス一世は、紀元前405年にカルタゴとの間に平和条約を結んだが、その後軍事力の強化に努め、シュラクサ祭における権力を確実なものとした。シュラクサイの防御を強化し、 傭兵からなる大規模な陸軍と大規模な艦隊を整備した。さらに、新兵器である大型土球と五段改正をも歴史上初めて導入した。紀元前398年、リオニュシオスはカルタゴ領の都市であるモティアを攻撃し略奪した。カルタゴ王ヒミルコは救援を試みたが失敗した。また、紀元前398年の戦線布告以降の 戦いで、カルタゴは、紀元前405年の条約で得た土地をほとんど、失った。モティア内閣への入り口紀元前480年の第一次ヒメラの戦いでの敗北後、カルタゴは70年間シケリアに介入しなかった。シケリアに対するカルタゴの不介入政策は、紀元前411年にエリミヒトとヨニア人の都市であるセゲスタが、ドリア人都市であるセリヌスに敗北し、 カルタゴの従属国家となることを求めてきたことによって変化した。カルタゴは紀元前409年にセリヌスを攻略、破壊し、さらにはヒメラも破壊した。その後カルタゴ軍は撤退したが、シュラクサイのヘルモクラテスがカルタゴ領であるモティアやパノルムス近郊で襲撃を行うと紀元前406年にカルタゴはハンニバルマゴが率いる軍を再びシケリアに派遣した。 同年にアクラガス、ゲラ、翌年にはカマリナがカルタゴ軍によって占領された。紀元前405年、ディオニュシオスはヒミルコとの間にカルタゴが有利な平和条約を結んだ。ヒミルコが平和条約に合意した正確な理由は不明である。カルタゴ軍には再びペストが蔓延していたとの見方もある。その後の動きからしてディオニュシオスが合意したのは 軍事力強化の時間を稼ぐためであった。条約の内容は以下のようなものであった。ディオニュシオスは彼の同僚の将軍たちを非難し処刑することによって権力を得たものの、紀元前405年にゲラとカマリナを放棄したことでシケリアのギリシア人の不満に直面していた。一部のシュラックサイ人はクーデターを試みたが、ディオニュシオスは迅速な行動で反乱を鎮圧した。 カルタゴとの間に平和条約が締結された後、シュラクサイはカルタゴに隷属することとなったカマリナとハンシュラクサイのレオンティノイに取り囲まれる形となり、さらに、シュラクサイのハンディオニシオス勢力はアエトナに集結していた。紀元前405年から紀元前398年にかけて、ディオニュシオスはシュラクサイの勢力を増大させ、彼を打倒しようとする試みに対処し、 シュクサ祭をギリシア世界で最高の防御力を持つ城塞都市とした。彼の実施した政策は以下のようなものであった。紀元前398年、リオーニュシオスはカルタゴに全権大使を送り、シケリアのすべてのギリシア人都市の支配権を彼に認めない限り、戦線を布告すると伝えた。大使が帰国するに先立ち、傭兵を使って主落祭領土に住んでいる。 カルタゴ人に剣を突きつけ、その財産を没収した。さらに、200隻の軍船と補給物資、武器を積んだ500隻の輸送船を伴い、陸軍と共にもティアに向かった。ディオーニュシオスとその陸軍は、シケリアの南岸に沿って西方に進軍した。それに伴って、カルタゴ支配下にあった、キリシア人都市は反乱し、居住していたカルタゴ人を殺してその財産を奪い、 兵を送って、ディオニュシオスに合流した。シケル人、シカ人ニ人ニ及び、メスセネも、また兵を送ったため、モティアに到着した際には、ディオニュシオスの軍は、不評8万、騎兵3000にまで膨れ上がっていた。彼の弟であるレプティネスが指揮する海軍が、モティアを、海上封鎖し、彼自身は、エリクスに向かい、そこを降伏させた。テルマエも、ディオニュシオス側につき、 カルタゴ側に残ったシケリアの都市は、モティア以外は、パノルムス、ソルス、アンキラエ、セゲスタ及びエンテラのみとなった。ディオニュシオスは、パノルムス、ソルス、アンキラエの周辺を襲撃し、続いて、セゲスタとエンテラを包囲した。しかし、これらの都市は、ディオニュシオスの攻撃を撃退し、ディオニュシオス自身もモティアの包囲の進捗を確認するためにモティアに戻った。 モティアが占領されれば、残りの都市も降伏すると考えられたためであった。モティアと対岸をつなぐ通路。現在でも海中にその痕跡を確認できるモティアは、現在のマルサーラ沖のサンパンタレオ島に、フェニキア人が建設した都市で、周辺は浅いラグーンである。周囲は城壁で囲まれており、20以上の監視塔があり、城壁はしばしば海岸のすぐ側に建設されていた。 城壁の厚さは6メートル、高さは8から9メートルあった。三ン,ンタレオ島は小さな島であり、その人口を収容するために、時には6階建ての住居も建築され、その高さは城壁を超えていた。モティアは常設の海軍は持っていなかったようで、カルタゴ軍の守備兵が駐屯していたと思われる。島の北部都市ケリア本島とは、 長さ1500メートル、幅10メートルの突堤で繋がっており、島側には2つの監視塔で守られた縄文があった。都市には、フェニキア人、ギリシア人双方が住んでいた。ディオーニシオス軍が接近すると、モティア市民は突堤を破壊し、牢城に備えた。紀元前405年から紀元前397年の間のカルタゴの動向に関しては、 帰国したシケリア遠征軍が持ち込んだペストが流行したということ以外ほとんど知られていない。いずれにせよ、前回と同じく、ヒミルコがこの危機に対処することとなった。傭兵軍を編成している間、ヒミルコは3段海戦10隻を使って、シュラクサ祭を襲撃した。シュラクサ祭の港に突入し、発見した船をすべて破壊した。しかし、陸軍は同行していなかったため、 スキピオが紀元前209年のカルタゴノアの戦いで見せたような都市自体に対する攻撃は実施できなかった。続いて100石の三段回戦をまずセリヌスに向かわせた。セリヌスには夜間に到着して、翌日にはモテアに向かい、その南側に停泊していたギリシア軍輸送船をすべて焼き払った。その後もティアと西側のルンガ島の間に向かい、 北側のラグーンの浅瀬に停泊している、ギリシア艦隊を罠にかけようとした。マルサーラ付近の空中写真。中央の丸い島がモテアで、北に伸びるとっの痕跡が見える。ルンガ島とシケリア本島の間は現在でも、浅瀬であるが、ギリシア艦隊は牽引されて、ここを通過し、外洋に脱出した。紀元前405年、アイゴスポタモイの海戦でリュサンドロス率いる。 スパルタ海軍は、停泊中のアテナイ海軍の大部分を露獲することに成功している。ヒミルコが北方に停泊しているディオニュシオスの艦隊を最初に攻撃せずに南方に停泊していた輸送船を攻撃した理由は不明である。もし、ディオニュシオスが艦隊を失っていたら、包囲を中止して撤退せざるを得ず、ヒミルコは、シュラク落祭を攻撃する機会を得た可能性がある。 攻撃開始は遅れたものの、ヒミルコは、主落イ艦隊を、ペルシア戦争のサラミスの海戦における、ペルシア艦隊と同様な状況に追い込んだ。すなわち、カルタゴ艦隊は、十分に起動できる余裕がある水域にあり、ギリシア海軍には、それがなかった。このため、質、量ともに上回るギリシア海軍は、当初その優位を生かせなかった。 ディオニュシオスは艦隊を出撃させたが、推進が十分でないため、南のカルタゴ艦隊に迎えたのは一部でしかなかった。このため、ヒミルコは数でも、また機動性においてもギリシア艦隊に対して優位を得た。しかしながら、ディオニュシオスは出撃する船に多数の急兵と投敵兵を乗せており、また陸上からは大型土球で支援した。乗船した急兵や、 当敵兵がカルタゴ軍の三段回戦と戦ったが、これによってカルタゴ艦隊が停泊中のギリシア艦隊に接近することを阻止できた。シケリア本島とルンガ島北部の間は軍船が通過できない浅瀬であったが、ディオニュシオスはそこに急遽木製の人力敬遠用の足場を作らせ80隻の三段回戦を外要に脱出させた。これら艦隊はルンガ島を回って、 南下を開始した。このため、カルタゴ艦隊には南北から攻撃される危険が生じた。ヒミルコは数に勝る敵との二正面戦闘を避け、モテアを撤退してカルタゴに向かった。カルタゴ艦隊の妨害がなくなったため、モテアに向かう特定の建設は順調に進んだ。モテア自身は海軍を持っておらず、弓の射程まで特定が伸びてくるまで、ほとんど何もできなかった。 特定が完成すると、ディオニュシオスは、工場塔を前進させた。工場塔は、モティアの城壁より、高く、最も高い建物と、同程度の高さがあった。城壁上の守備兵を、工場塔からの弓や、投敵兵器、さらには、大型土球による攻撃で制圧した。さらに城門を破壊するために、波状土を進めた。モティアでは、城壁内部に、 船のマストを立て、それに兵を登らせた。これらのカラスの巣から可燃性のピッチを染み込ませた穴を工場兵器に投下して焼却を試みた。しかし、ギリシア軍は消火部隊を準備しており、モテア軍の努力にもかかわらず、工場兵器は城門に達した。大型土球城門を破壊して突破するのがモテア占領の第一歩であった。 ギリシア兵が前進すると、モティア軍は、建物上から、動的兵器で激しく抵抗し、攻撃側に大きな損害を与えた。このため、ギリシア軍は、工場塔を城内に入れ、城壁の近くの建物に接近させ、屋根に兵を登らせた。その後激しい白兵戦が行われ、絶望的なモティア軍の反撃により、攻撃側も大損害を受けた。数日間にわたり、 夜明けから日没まで激しい戦闘が行われたが、キリシア軍は何も得ることができなかった。ディオニュシオスは戦法を変更することを決断した。それまでは戦闘は夜明けに開始され、日没とともに、キリシア軍は休息のために引き上げていた。ある日、ディオニュシオスは、傭兵からなる、選抜部隊を有利な拠点を確保するために、はしごを持たせて夜間に出撃させた。 夜の闇に紛れ、この特殊部隊は、モテア軍に発見される前に、拠点を確保することに成功した。有利となったギリシア軍は、数でもティアを圧倒し、抵抗を排除した。ティオニュシオスは、奴隷市場で売るために、できるだけ多くの捕虜を得るつもりであったが、ギリシア兵は、鬱憤晴らしのために、多くのモティア市民を殺害した。 ディオーニュシオスが救えたのは寺院に避難していた市民のみであった。ディオーニュシオスはカルタゴ側について戦ったすべてのギリシア人を殺した。ディオーニュシオスはモティアを略奪し、戦利品の多くを彼の兵士に分配した。ビトンという士官が率いるシケル人部隊をモティアの守備のために残し、ディオーニュシオスはセゲスタとエンテラ方位に戻った。そこで彼が何を行ったかは不明であるが、 これら都市は抵抗を続けた。艦隊の大部分はシュラクサイに戻ったが、レプティネスが120隻を指揮してエリクスに残った。カルタゴは陸軍の準備が整うと再びシケリアに遠征した。ヒミリコはパノルムスに上陸し、そこからシュラクサイとその同盟軍を攻撃した。そのクライマックスとなるのがシュラクサイ包囲戦である。モティアは その後再建されることはなかった。代わりに、ヒミルコは、紀元前396年に近郊にリルバイオンを建設し、その後シケリアにおけるカルタゴの中心都市となる。シケリア戦争でもポエニ戦争でも、リルバイオンは陥落することはなかった。ありがとうございます。